2時ぐらいに素材整理してたりとか、もう一旦ちょっと無視しようと思ってどうもしゅんです、こんにちは。まずは皆さん明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。お願いします。今回はスタートアップ座談会ということで、去年入社した3人のメンバーに、新卒入社して8ヶ月ぐらい、まあ、約1年経ったと思うんですけど、その中で起きた変化とか、まあ、後悔とか良かったこと悪かったことを根掘り葉掘り聞きたいなと思ってます。なのでベンチャーに少しでも興味あるなと思っている方にとって少しでも有益になったらなと思ってます。はい、ということで2022年お疲れ様でした。お疲れ様でした皆さんちょうど1年半前か2年前ぐらいからインターンを始めて、そのまま入社っていうパターンだったんですよね。で、みんななんか内定先があったんですけど、その内定先を、辞退して入社したっていうところで、いわゆるその大手企業とか、結構環境が整っているところで働く予定だったんですけど、180度整ってない環境に、行ったっていうところで、ちょっと、じゃあざっくり一人ずつ、1年の総括、と1年に起きた変化とか、まあ良かったこと悪かったことをお聞きしたいなと思ってます。じゃあ自己紹介お願いします。はい、バラハツです。旬ダイアリーは1号目社員で、入社のきっかけはもともとは旬のめちゃくちゃ大ファンで、もうとにかく一緒に働きたいからスタートして、インターンで働き始めたんですけど、めちゃめちゃポンコツすぎて、でも旬があまりにチキンで解雇できなくて、まあ、今にいたり入社したっていう感じでやってます。はい、じゃあ続いて。はい、平田美里です。新ダイアリーの2号目社員で、大学3年の1月2月ぐらいからインターンして、そのまま入社したって感じです。よろしくお願いします。お願いします。はい、平田智也です。インターンは内定いただいた後、4年生の7月から初めて、で4年生の1月に内定辞退してこの会社に入社を決めました。よろしくお願いします。お願いします。僕らの会社今、僕以外に正社員が7人で、合計で8人でインターン生含めて、まあ、13人とか14人ぐらいの規模感の会社なんですけど、ちょうど1年前は正社員は0人だったんですよね。なのでこの1年で起きた変化とか会社全体でも多かったなと思うんですけど、ざっくりこの1年を振り返ってどうだったかっていうところ、変化および後悔みたいなところがあったら、多分お話しいただきたいなと思ってます。まあ、結論後悔してるか否かで言うと、めちゃくちゃいい決断したなって思ってます。 1% も後悔してないです。おー、とにかく自由ですね。スタートアップというかダイアリーが、本当に自由にやらせてもらいました。働き方もどういう会社を作りたいかっていうところも、 YouTube でどういうコンテンツを作るかみたいな内容の部分も基本的に任せてもらえるから、責任のある自由を与えられたすごく楽しい1年だったなと思います。一応変化でしたっけ？そう、大手5社内定を蹴って入社をしてどうでしたか？ちょっと後悔して、うわー大手だったとかって思う場面があったかどうか知りたくなった。でも本音ね、いやめっちゃ後悔はないですけど、いやまあ大手だったらなみたいな時はあります。でもさ、イケちゃんありそうだよ。結果入ってよかったいいなって思うのは、やっぱり同期とか、それこそまあメガバンクとかコンサルとかめっちゃ大手しかいないんですよ。そういう人の話聞くと、入社して5年目とか3年目ぐらいのやってる仕事を今やってるんだねって話聞くと、なんかすごい裁量権ってやっぱ大きいんだなっていうのはすごい感じるし、自分がやればやる分だけ会社に影響があるっていうのはすごい思うよりも、なんかやっぱやりがいっていうか、なんか達成感みたいな感じやすいんだなっていうのはすごい思いますね。で、みんちゃん、はい、ストレス耐性がついたみたいなところかなと思ってて、1年前の今頃もオフィスに来てもうインターンしてたんですけど、当時仕事が終わらなさすぎて、なんかビービー泣いてたんですよ。とかできないとか、わからないとか、終わらないとかで泣いてて、でも今振り返るとその量が別に大したことないなとか、そんな壁っていう壁でもないなとは今結構思えるようになってるので、なんかその意味でストレス耐性はだいぶついたかなと思います。キャパシティ増えた感はあるよね。逆に大変だったことがあったりですか？午前2時ぐらいに素材整理してたりとか、8時終わんないとか、今複数部門を兼任してるんですけど、まあ、なんかやりたいと言ったらやらせてもらえる環境ではあるので、自分がやりたいと思っちゃったらキャパ超えてるのにやっちゃって、で追いつかなくなって、なんか土日も稼働してるとか、なんかそういうのは結構ザラにありますね。この1年間で起こった、めっちゃ自分変わったなっていうことだってありますか？入社当時とかは、これがやりたいとか、
これが楽しそうとか、この仕事したいみたいな、うん、自分がどうしたいかがめっちゃ強かったりとか、うん、結構動画出演も興味あったんですよ、うんうん、めっちゃ出たいみたいな感じだったけど、今は自分でもびっくりなぐらい、自分がどうしたいかよりも会社としてどうあるべきかを自然と考えられるようになってきてて、それはなんか一番自分がびっくりする。確かに、だって俺最初バラマツやった時さ、自己顕示欲の塊にも全てはなんかバラマツみたいなさ、ね、会社とバラマツが一体化したのかも、一体化した感じです。もういけちゃう、どうですか。インターンの時より変わった気がするのは、うん、なんかまだまだ頑張れるなというか、なんか自分の限界を常に上げようっていう意識は持つようになったかもしれないですね。うん、大手入ったら、まあ、ある程度守られるというか、別にやんなくても会社潰れないしとかあると思うんですけど、もう一歩行こうとか、まあ、そういうしゅんさんとかみーちゃんとかやってる分やらなきゃなっていうのは、そういう意識としてより強くなった気はします。うん、部活だよね。そうっすね。なんか本当は部活だと引退のない部活っていうバラバラスがやってたけど、そうだと思うわ。みーちゃんありますか。利他的な心とかの必要性をめちゃくちゃ感じるようになったっていうのがあって、うん、結構みんなしんどいっていうか、どんな感じ。なんかその自分が余裕がある時に人のこと助けるとかは別にこれまでは別にできてた部分ではあったんですけど、自分がしんどい時に助けられるかみたいなところでいくと、全然去年とか本当不十分な部分しかなかったと思ってて、けどなんかこの会社にいると自分もみんな大変なのに人のことを顧みずに一旦助けてくれるとか、なんかそういうのにめちゃくちゃ触れた気がして、うん、でなんかそういう姿勢がないとそもそも人巻き込んでいけないなとか、ゼロイチの立ち上げとか仲間集めとかまだ何もステータスがない中で人を集めるためにはそういうのがめちゃくちゃ必要だなっていうのは最近感じてる部分ではあるので。確かにね。ちなみに、じゃあこの1年間で何か何回泣いたか、何回挫折したか泣いたかっていうのをちょっとどうですか。意外と1かも。本当にいいんじゃない。バラバツは17。ありがとうございます。池さん2回とかね。知らない1回があった。これは8。おまけな。目撃情報ありますね。なんか1回でしゅんさんが泣いてたっていう目撃情報聞いたことある。カウントしてなかったから、じゃあ9だ。7だ。じゃあ意外と泣いてるね。何回だったっけ。2回だった。2回か。2回。ちょうどサポートいなくなると一人出しというか、うん、1人ぐらいの時期で、まあ、目標をストレッチしてやりがちだと思うんですけど、うん、それでキャパオーバーしたというか、やらなきゃいけない分かってるんですけど、もう一旦ちょっと無視しようと思って。もうこんなよ。無理だ。なんかそれでまあカバーしてもらってどうしたみたいな話をしてないと記憶がさ、ありますね。ちっちゃい、どんな自分の記憶から発症してたの。あれがある日からこそなんかまあ多分どういう環境でもなんとかできるんだろうなっていう。じゃあ松村さん、まず17回泣いたっていうので。そう、17回泣いたんですけど全部濃すぎるので、一番最新のあの涙の事件をちょっと発表するんですけど、12月に8時開催のミーティングがあったんですよ。で、確か7時55分くらいに旬から連絡が入って、ごめん、めちゃくちゃ大事な案件のミーティングが入ったから遅れるって言われて、嘘だって思ったんですよ、すぐ。そんな早い時間に急なミーティングが入るわけがない、これまで入ってないから、うん、いやでもこれは信じよう旬をって思って、うん、みんながちょっと抜けたタイミングで旬に今日って電話したって言ったら、ごめんってこうしたっていう風に言われて、めっちゃショックで涙が出た。うん、あ、でその後に、あの、バラバツギルノアールに、そう、ルノアールに呼び出して、あの、本当にやめてほしいっていう、うん、その一緒に会社を作っていくメンバーがに嘘つかれたら疑いたくないけど、この前もこういうのあったしなとか思いたくないじゃないですか。一緒に会社を作っていく家族っていうか仲間なのに、寝坊ってちっちゃなことのちっちゃな嘘ではあるけど、嘘自体をつかないでほしいって、うん、できるだけっていうのを本気で伝えてるうちに、もうよく分かんなくなって、うん、涙が出てきたっていうのがありました。うん、あの、そう、とっさについちゃったの。バラバツに怒られたくないと思って。もっとマシな嘘つけなかったんですか。いや、そうだよ、絶対られるなって思って私、ずっと自分の中でモヤモヤしてたけど、ちょっとスッキリした自分でも。はい。結構でもでかかったね、出来事としては。
ということで、じゃあ最後に就活生にメッセージ一人ずつ言ってもらえますか。そうですね、ベンチャースタートアップに進む人とかは必ず結構、まあ、反対する人とかも現れてくると思うので、まあ、そこを押し切ってというか自分の決断を信じて頑張っていってほしいなと思ってます。結論、まあ、入ってよかったなと思ってるので入社しましたっていうコメントをツイッターとかでいただけると嬉しいです。個人のツイッター宣伝さはい、じゃあベンチャーか1年目で割とそのしっかり分かってもらえるかとはよく言われると思うんですけど、スタートアップだと本当になんかそこの自分の任せてもらっている企業が立ち上がるかどうかで割とその年の売り上げに大きく関わってくるとか、会社のこうみんなの生活がかかってくるとか結構そういうなんかところは単に裁量権というところに加えて責任を持ってやらなきゃなとか、そういうところをすごい感じられながらできるので、まあプレッシャーはあるが成長できるのかなとか、そういうちょっとヒリヒリする感覚とか好きな人には向いてるのかなと思うので、なんかそこはすごいおすすめかなと思ってます。はい、でですね、そこの今話させてもらった立ち上げてるプロジェクトっていうのが、1月の下旬とあと2月の上旬にいろんな企業で企業説明なところをしてもらう、そういうイベントをライブ配信でやることに決まってるので、ぜひ見てください。 YouTube ライブですね。 YouTube のライブ配信で、ね、はい、ぜひお願いします。じゃあ、お願いします。はい、私はスタートアップダイアリーに入って今すごい仕事してるな、大変だなっていうよりかは、もっとどうやったらいい会社になるんだろうとか、考えるのが楽しくてしょうがないんですよ。悩むけど、その分めっちゃ楽しくて、わあ、なんか私生きてんなって思うんですよ。なんかそういう、なんかせっかく人生生きてるなら悩んで、なんかもがいて苦しんで、でも楽しいって思える経験した方がいいなって心から思ってるので、その可能性がとても高いスタートアップは一つ、今全然スタートアップ考えてない人も、なんかそういうスタートアップとか別の、まあ、環境にも興味を持って見るのもいいのかなって思ってます。ダイアリーは別にスタートアップをしたいっていうわけじゃなくて、みんなが本当に心から最高に楽しい人生を送れるような場所を見つけられるきっかけを作れたらいいなって本気で思ってるので、皆さんの人生がハッとなるように、これからも私たち頑張るのでよろしくお願いします。お願いします。ということで、2022年から1年間もう裸5年ぐらいの感覚だったんですけど、ちょっと今年はより皆さんの人生にとって良いきっかけになるようなコンテンツ作りであったり事業作りを命を削って作っていこうと思っているので、皆さん一緒に頑張れたらなと思ってます。ということで、引き続き2023年の皆さんよろしくお願いします。お願いします。せーの、じゃあ